たまには遊びながらね、自分の技術を磨くっていうのもすごい大事な要素だと思うんで。チャオ、元プロサッカー選手の宮崎です。さあさあさあ、バーチャレンジやっていきましょう。第2弾ですかね、これは。前回は左右でやったんだけど、今日はショートバウンドでこうやってボール蹴ってバーに何球で当てれるかっていうのをやっていきましょう、ね。まあこうやってバーチャレンジもいろんな蹴り方で、やっていくのもやっぱりね難しいと思うんですよ。けどまあそうやっていろんなことをやっていろんな蹴り方やってまあねキックの精度を上げるっていう練習ではめちゃくちゃいいと思うんで、僕はね今日何回できるかっていうのもチャレンジして、まあ、頑張っていきたいと思います。ルールは何球で当てれるか、もう100球やっても当たんなかったらもう全ずっと続けていくから、ね、何球で当てれるかっていうのをやっていきます。前も言ったけど距離感とね、距離感ね、距離感ダメね、ポストはバーね、バーあのバーだけはい5球目、いや当てちゃいました。ルール説明していきます。はい、こうやってマーカーこうやってずらーって置いてるんだけど、まあ、持ち球は20球で、やり方はショートバウンドで、あのバーを狙いましょうっていうね、それで、20球以内でどれまでのマーカーいけるかなっていうのを、まあ競っていくというか、まあ、1人でねチャレンジしてい いきたいと思います。帰りませんっていうルール変更でいきたいと思います。ボール拾います。1球目からやってみましょう。もう帰りません。もうなるべく早く帰りたいです。頑張ります。頑張ります。
よし32。多い多いな。おっ34。マジ。けど油断してるとこの距離一番最後の敵まで来てるんだけど、ここなんですよ距離感。この距離感めっちゃ難しい。おっ、いやー惜しい。これは面白いな。いやー伸びる。知ってます。ダメだね、ズルするのはダメだね。あーでかい。あれ違う。ダメか。ダメだ。やーやばい。いやーダメだ。来た、これじゃない。来た、これじゃない。はい。42球いっちゃいましたね。難しいけどやっぱ嬉しいね。本当に距離感難しかった。あとは遠くなるとやっぱり方向性が結構ずれてくるから、まあ、ミスキックってやっぱ多くなると思うんだけど、じゃあいかにこれをどうやってバーに当てるか、あの幅で当てるかっていうのもやっぱり当てる位置だったり本当にその軸足の置き方だったりとかいう細かい調整が必要だと思ったね。まあ距離伸ばすとやっぱ難しいのはまあ当たり前だけど、まあこうやってね楽しみながら、今日はショートバウンドでこうやってさトトーンっていう感じでやったキックだったけど、まあこれすごい面白いし、本当距離感の練習になるからね、めちゃくちゃいい練習ね。キックチャレンジ今日は、42球でこのね8箇所のこのとこから、まあ、クリアしました。ありがとうございます。意外と早く帰りましたね。思った以上に早くできたのがホッとしてます自分の中で、ね。まあ、こうやってねたまには遊びながらね、自分の技術を磨くっていうのもすごい大事な要素だと思うんで、まあ楽しく、まあ、楽しい方がやっぱ技術って調達しやすくなるからな、楽しみながら、ね、このバーディーチャレンジ、ね、ハマりすぎないように僕みたいに、ね、第2弾もやっちゃうぐらいだからかなりハマってますよ、ね、けどすっごい面白いし本当にキックの練習になるから、みんなもね、なんかそういうバーがあるとこあればどんどん練習して、自分のキックの精度っていうのを、あと距離感、ね、あとイメージする力っていうのをどんどん養ってください。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。